皆さん、おはようございます。小野坂雅也です。はい、ということでね、皆さん今回からですね、私 YouTuber の高みを目指すべく、チャンネルを開設いたしました。その名も小野坂雅也推しニューヤング TV ということでね、これからは大好きなゲームの実況や私的なブームをガンガンとお届けしたいと思いますと。まだ素人なのでね、何をやっていいか全くわからないので、 YouTuber のことに関しては今日はですね、スタッフがですね、質問を書いてくれたということで、ありがたいですね。こちら、質問ボックス、どういうイメージで作ってくれたんでしょうかね。キラキラです。これからね、皆さんにね、僕のこと多分誰も知らないと思うんで、なんか質問があればね、どんな人なんですかみたいなことでね、やってほしいことありますみたいなことがあれば、どんどんこうコメントとしてね書いていただければ、スタッフがそれを紙にしてここに入れるということになっておりますので、皆さん本当によろしくお願いします。ご協力のほど。さあ、今日は普通質問って5枚ぐらいあって、なんかそれっぽいのあればいいんですけど、こんな厚みがあります。こんなにすごい、なんか頑張ってくれたんですね。ありがたいですね。質問です。トイレットペーパーはダブル派ですか、シングル派ですか。なるほど、こういった質問いっぱい入ってるんですね。ああ、なるほど、厚みがあるのは分かりました。ダブル派ですね。なぜなら僕はですね、ウォシュレットが大好きなので、ウォシュレットのお水でビシャビシャになりますよね。あれはやっぱり服にはね、シングルだとね、破れちゃうんですね。はい、こちら、体はどこから洗いますか。なるほど、今さらここね。ああ、これ簡単にいくぞ。これ若さの秘訣は何を考えてるんでしょうね。嫌いな食べ物は何ですか。可愛らしいですね。犬派ですか、猫派ですか。猫派です。猫ちゃんはもう大好きで、僕も飼ってるんですけどね、家でね。猫ちゃんの手触りはいいですね。好きな女性の部位はどこですか。顔ですよ。好きな言葉を一言カメラに向かってお願いします。シメンツソカ、シメンツソカ、ね、好きなプロレス技は何ですか。エアでやってみてください。来ました、ちゃんとした質問。僕は子供の頃からプロレスが大好きなんですけど、人とやるとね、やっぱ怪我したりしますんで、高校生の時はボストンバックとプロレスをやってましたね。やっぱりバックドロップって皆さんいいですよね。憧れです、やっぱり男子のね。バックドロップをエアーでやるっていうのがなかなか難しいですね。こうスリーパーからね入って、っていうね、まず力比べやりますよね。後ろ回りますよね。回ってからのボワーです。ボワーですよね。ね、こんなんでしょ。こういうことなんですよね。ファンタシースターシリーズが好きだとお伺いしたのですが、本当ですか。ドリームキャストの時代にファンタシースターっていうのが入りましてね、毎晩のようにやってましたね。今ファンタシースター2っていうのがね、ビータでずっとやってましたけども、好きな武器は銃ですね。両手で持つ銃があるんですよね。アクションがすげえかっこいいんですよね。後ろにバック転をしながら撃つっていう動作をしなきゃいけないところを横に飛ぶっていう、難しくてあんまりできないんで途中で諦めました。ただ今ももらえるものだけもらうために何日かに1回ずつはログインしてますということで、今日からですね、このゲームが大好きなので、ゲームいろいろやっていきたいと思うんですけども、 YouTuber といえばね、やっぱりアプリでできるゲームをねやりたいんで、これからどんなゲームをやれるのか僕自身も楽しみにしております。さあ、といったことでね、こういった感じで、こちら、もう取れちゃ、バックドロップで取れちゃいましたけどね、こういった感じでですね、お便りを毎回紹介していきたいと思いますので、そのコメント欄に質問なり何なりを書いていただければ、こちらで読みたいと思いますので、皆さんぜひとも、書いてくださいね。はい、皆さんいかがでしたか。ということで、よかったらですね、皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。登録してね、メガネも言っておりますので皆さんよろしくお願いします。ということで、明日も元気に仕事頑張ってくださいね。バイバイ。ボイパしてください。ブーパッパッブーパッブーパッパッブー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 パ
て。後でぶん殴りますけどね。ありがとうございます。